はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、レトロフリークを使いましてね、ゲーム実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、はい、今日はですね、ゲゲゲの鬼太郎2妖怪軍団の挑戦ですね。はい、こちら RPG になってますね。はい、前回のね、ゲゲゲの鬼太郎妖怪大魔境のね、続編なのか、ちょっとまあストーリー的に続編なのかどうかわからないですけど、一応まあそうですね、一応その後に発売されたね、第2弾ということでね、今回、やっていきたいと思います。はい、ロープレイですね。うわ、懐かしい。これね、これパスワードのね、曲が好きなんですよ。これね、この曲ね。この曲が好きでね。いきなりね、じゃあ最初からね、始めますんでね。一大事です。眠りから覚めた妖怪が日本を占領してしまったのです。夢子が私との架け橋になるでしょう。一刻も早く皆を救ってください。めっちゃ短いな、説明が。これフィールドですね。この曲もいいですよね。曲がなんか好きですね、これね。さあ、これね、まず最初にどこに行って何すればいいかもわからないんですよね、正直。あ、敵か。あ、妖怪だ、鬼太郎、気をつけろ。紙切りが出てきた。これ全部逃げれるんですけどね。結構これ逃げれる率高いんですね、このゲームね。体当たりですね、これ。ああ、行けないだ。ダメージ1。めちゃ痛そうに見えるけどな。2なんや、あれでも。ちょっと待って、離すってやってみるか。危ない、突然妖怪攻撃してきた。あー、そうか。一旦分損したような感じなんやね。頭突きって感じですよね。退治した。経験値 1? こんだけ苦労して少ないな。目の前にポストがある。鬼太郎さん、夢子が何者かにさらわれました。どうか探してください。あ、ヒットポイント。あ、敵出た。あ、敵じゃないの。うわ、ヒットポイントないやん、4しか。回復できないのかな。あ、こういけんちゃうの。自分の家ちゃうの、これ確か。あ、そうやね。やっと鬼太郎の家にたどり着いた。一晩休む。ヒットポイント8しかないのか。はい、もう一回。
テレビを見る。霊界テレビの呪文は大切です。そういうことか。これはまあパスワードですよね。アートウーばっかり、アイウーヨーばっかりですね。簡単に切れますからね、このゲームね。目の前に自動がある。調べる。何をする？罰当たり目。何か備えなければ許してやる。備えれば許してやるぞ。あ、敵出たか。あ、新しい出ましたね。うぐめ出てきた。戦ってみますかね。ダメージ2。ああ、ちょっと強いのか、さっきのあれよりは。髪切りよりは。これもう敵一体倒すだけでも結構瀕死状態までいきますね。倒した。経験値1。少なすぎるやろ、1は。さすがに。あ、間違えた。もう違うコマンドしよう思ったのに。立ち去る。祈るやね。なかなか良い心がけじゃ。ヤモリの干物を信じよう。何やね、ヤモリの干物って。これもう一回行ったら何かくれるかな。あ、そういうことなのか。忙しいっつったらじっと、忙しいとか言うけど、じっとしてるだけやのにな。あ、こいつ出た、来たの。髪切りが出てきた。逃げる。やばいからね。やばいからさすがにこれは無理だ。いやー、まあいろんなとこ行ってみるかなって感じやけどな。なんだここは。やっと病院なんや。ここは、いや何もない。何やそれ。複雑ですね、これね、迷路が。迷路っていうか、フィールドがね、広くてね。お、ああ、こっちはいけないわけやね、これ以上ね。ここはいいですよね。ああ、なるほど。歩けるスペースが限られてるわけや。行っちゃいけないよ。行っちゃいけないのか。出ないな。洞窟がある。ああ、なるほど。こういう感じか。うわ、強そう。3匹もいる。ツツガムシ。でかいな。逃げる。これは無理でしょう。さすがに強そう。
あ、妖怪だ、鬼太郎、気をつけろ。毛の目が出てきた。戦ってみるか、いいか。ダメージ2。おお、強い。ああ、逃げられた。これは強いわ。ちょっと逃げよう。うん。あ、なんかある。なんか城みたいなのがある。これどうしていくの？こっちから回っていくのか。なんかダンジョンっぽいよな、これ。やっぱりな。これ逃げまくったら、最上階まで行けるかな？あ、ボスっぽいな、あれ。あ、妖怪だ、来たら気をつけろ。ロクロク首が出てきた。あれ、多分ボスやんね、上に行ったやつ。簡単に逃げれますからね、このゲームね。ああ、もういきなりと、会話もなしでいきなり戦いか。よく来たな、来たろう。この俺があの世に送ってやるって。名前がわからんやな、でもな。逃げれんのかな、これ。危ない、突然妖怪殺しに来た。土産の、土産に入道の攻撃。土産に、ニュード。あ、大ダメージ。鬼太郎がやられてしまった。そらそうやな。回復してますね。これなんやろ。お、ネズミ男や。よう、来たろ。よう、来たこうって書いてる。来たこうになってる。来たろうじゃなくて。ゆめこを探しているのか。それなら北の城へ行ってみな。来たこうって、思いっきり間違ってんな、これ。城へ行ってみなって、その城へ行ってさっき今やられたとこやったよね。あ、こっち行けないのか。だいぶレベル上げないと無理やるな、あのボス倒すのな。戦うか。あ、レベル3になってる。あ、抜けた。もう倒した。もう倒せんじゃん。倒した。平均値1か。つるび、つるへび、つるべびってない。できないのか。
入れない。行くのが最初の目的って感じなんかな。それ以外のところで流れかな。こっちでした。髪切り。逃げとこ。あ、こっち行ったよな、さっき。あ、行ってないか、ここ。ああ、行けないぞ、これ。最初の出られたところの後ろに行くのが最初の目的って感じかな。いやー、レベルがなかなか上がってくんないな。あ、2か。あ、よけた。あ、もう行けた。あ、
でも避ける率高くなってくるな、ある程度強くなってくると。ちょっと待って、ゴーカー倒せるかな。まあでもちょっとやばそうな気がするから逃げるか。はい、家戻ってきた。まだレベル上がってないもんな。なんとなくね、この戦闘の曲がね、セイントセイヤ黄金伝説のね、戦闘曲にちょっと似た感じがあるんですよね。やっぱり、ほぼまあ、同じぐらいの時期に出たゲームじゃないかなって気はするんですけど、まあ、同じバンダイですからね。なんか音楽のリズム的になんかちょっと似てるんですよね、セイントセイヤのね、戦闘の時の曲と。これダンジョンやんな、複雑なのかなこれ。うわ、これ逃げまくったらいけんちゃうのこれ。最初のダンジョンやから、ね、そこまで複雑じゃないと思うんですけどね。壁沿いにこう沿っていけば。おお、ないこいつ。カエルや。ガマ。巨大ガエルやな。まあ一応ね、妖怪なんでね。おお、何これ。あ、新しいとこ出れたやん。おお、何やこれ。不問美。もう絶対勝てないやろうからね。これね、逃げまくってね、いろんなとこ旅できるっていうね。それも、その面白さの一つですね、それもね。旅ができるんですよ。あ、なるほど。逆に見ちゃ、あっちが行けなくなるわけや。逃げれるもんね、絶対とかも逃げる率高いから。あ、なんか家みたいなのがある。モンビ、あ、逃げてばっかりじゃね、レベルも上がらないけどね。キタロが、鏡は鏡ジジイが持っているが、いつも可愛い砂かけ料理でテレビを見る。
お、ここで休めるんや。真の姿が見える。手に入れた方が良い良い。お、こういうこともあるんや。いいやつもいるってことや。敵に情報くれるようなやつもいるってことや。なるほど、そういうあれなんやね。プラス要素もあるんだよね。敵がね、情報くれるなんてね、実はいいやつだったっていうね、パターンですね。そして突き当たったところであるはず。何それ、あるはずよ。何のことやねん。俺行っちゃいけないのかな。ぼーっとしてしまってるとかありますね、僕もね。たまにちょっとね、操作がこう止まってしまってるときは、ちょっと少々ね、今寝ちゃってました。実況やりながら寝てしまうなんていうのは、ちょっとね、あまり良くないことですけどね。強いわ。あ、死んだな、これ。当たってた名前が強いかな。戦ってみるか。これどうするんだろう。これどうやって耐えたりするの、この状態で。うわ、思いっきり海に出てるけどな。うお、急に出てきた。
やられた。めっちゃ強いんや。なんかやたらやられてるけど。逃げた。山の呪文を手に入れた。逃げたかよ。倒したのかと思ったけど。一応回復いっぱいあるから、ボス行ってみるか。レベル上がってないけどね。術をかけられた。うわ強っ。ああ入れられた。ああこれあれか、アイテム使えないんや。セレクトとかで使えないの。これ止まんどかないもんな、道具っていうコマンドが。この時もないのか、アイテム使えないのか。買えないんや。これやられるな。はい、まあこれはねこんな感じのゲームになりますね。はい、まあこんな感じでね、今日はねこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。